こんにちは、こんばんは、おはようございます、キコちゃんです。ザー、何回も説明するんだけど、他の動画でも言ってるかもしれないけどね、カーテンを開けてその光だけで撮影します。さあ、今日はねガチャ、もう第3弾なんだこれ、大晦日限定の劇獣神祭ってことで、まあいつも通りの劇獣神祭ですね。ちょっとおまけにカウントダウンと大晦日限定をつけてみたみたいな、そういうガチャなんですけども、ウリエルが出やすいよってことなんで、今回は10連していきたいと思います。ウリエル当たったら嬉しいな、超嬉しいな、そんな感じです。ただ本当にね、ウリエルはね当たったら嬉しいっす。で、あとはアグナムート、天草シロダッキってことでね、結構熱いメンツなのかなと思います。劇獣神祭といえばでもナイチンゲールっていうイメージが強いかなと思うんですけどね、今となっては。はい、ちゅうことでじゃあ10連引いていきましょう。年末なんでね、爆心することはなかなかないかなと思います。さすがに、やしがに、いきます。ガチャ、オッケー、ストライキー。はい、どうぞウリエルさん、おでおいでませ。うわー、すげー、いい、マジ、アラジンと千代ちゃんだ、これは嬉しいぞ。いや、爆死がないぞ。いやー、すごい楽しい。そう、あとね、パンドラの運極を狙うか狙わないかなんだけども、パンドラね、排出率が 1% あるようだったら狙います。というのも、100連で1体、出れば、そのままね、運極目指していきたいと思いますが、100連で1体も出ないっていうね、スパンが来てしまったら、もうその時点でやめます、超重視で引くのはね。はい、ということで、パンドラ運極は一応目指しますが、うん、100連で1体、このね、ずれちゃったらやめるっていう感じで、超重視の方は引いていきたいと思いますので、お楽しみに。以上、キコちゃんでした。バイバイ。